はい、皆さんこんばんは。はい、こんばんは。今日は11月の14日第189回目の配信となります。はい、急に寒くなりましたね。そうなんですね。もう本当に何だろう、わっと寒くなるよ。ただまたね、今週ねずっと暖かいみたいよ。あ、そうですか。うん、いや、そのせいかね、すっごい体調がね、合わせにくくってね、なんか風邪ひいたようなね、変な感じなんですよ。今日なんかあなたたち大変だったんだって。トイレがそうなんです。うちだけで使ってるトイレじゃないもんですからね、ちょっとこう総合的に、ちょっとうちに溜まってくるというか、大騒ぎして、でも業者さんが入ってくれてすっきりしました。はい、トイレだけにすっきりしたいですもんね。そうなんです、はい。今日は何を歌っていただきましたか。秋の夜はですね、はい、では秋の夜はお聴きください。はい、はい、お疲れ様でした。この秋の夜はという曲なんですが、はい、どんな曲？これはウェーバーのマダンの写真か何かの中に、の前奏曲の中に入っている序曲の中にね、そう、序曲ね、の中の一つメロディーですね。そうなんですよね。はい、そのちょっと僕もメロディーは知ってるなと思ったんだけど、ウェーバーが何か歌曲なのかなと思ってたら、その序曲の中も、しかもね、1分ちょっとぐらいしかないんですよ、本当に。全曲合わせて多分3時間近くあると思うんだけど、その序曲の中の1分ぐらいしかないメロディーなんです。そうなんですよね。それがこういつまでも残ってるというのはすごいですね。それに、佐々木信綱さんっていう方が国文学者ですよね。他にどんな曲がありましたっけ。私ちょっとね、八百田だなと思ってるのはあったんですけど、今ちょっとど忘れしちゃった。さっき聞いたよね、夏は絹。そうです、そうです。はい、夏は絹も、この佐々木信綱さんが、作詞されているようで、
だからまあ、明治時代かしらね。そうですね。結構古い。結構早くにこれは、日本人の歌として歌えるようになったんですね。なんか名前だけ聞くとあれだよね、戦国時代っていう感じだよね。そうですね、佐々木信綱なんてね、この歌はどんな時に歌っていらっしゃったの、あなたは。ちょっとね、女曲っていうだけで、女学生の時。女学生の時は、女学校で習ったような気もしますね、やっぱりね。習わないとこういう曲は覚えてないと思うんですけど ね、はい、でも女学校時代ですね、きっとね。ということで、今日はウェーバーのマダンの車種の序曲からメロディーを取った秋の夜はという曲を聴きます。確かあれだよね、その序曲の全般の方に出てくる、ね、本当にね、最初の1分ぐらいから2分ぐらいの間に、そうほんのわずかね、だからもし皆さん興味ある方はぜひ聴いてみてください。日本人ってすごいですね、そういう序曲の中から歌曲にしちゃうんですからね。しかも本当にオペラの中のたった1本ぐらいのメロディーを、本当に素晴らしいな。まあでも確かにお聞きになって分かる通り、非常に聞きなじみのいいというかね、耳が気持ちいい感じのね。そうです、とてもいいですね、はい、という曲でした。ではね、またね。はい、またね。